セレクトラックとは、アメリカンモーターズ社独自のフルタイム4輪駆動用の駆動切り替え装置の商標である。開発当初はセンターにディファレンシャルを設けずに、LSD として作用するビスカスカップリングトルクファイヤーを配分に用いたことで、フルタイム 4WD の伝達切り替えを走行中にできるようにした点で、画期的であった。速度が時速 80km 以下であれば、 2WD と 4WD ハイレンジのどのモードでも走行中の切り替えが可能である。ニュートラルを経てのパートタイム 4WD ローレンジへの切り替えは流体次手のビスカスカップリング前のトランスファーギアの切り替えであるため停止もしくは極低速にする必要がある。しかしセンターディファレンシャルを持たない形式のため4輪 駆動時の駆動伝達のタイムラグ及びビスカスの機械ロスが生じやすく伝達効率に少し劣る過渡期のシステムでもあった。トルクファイヤーと呼ぶミッションケース工法に取り付けられた比較的大型のビスカスカップリングから前後に分岐するようにプロペラシャフトが設けられ、その分岐接続を機械的なレバー操作を用いて後輪駆動をパートタイム 4WD ハイレンジ、 フルタイム 4WD ハイレンジの核モードを切り替えられる機構。後にレバー操作が電気的なスイッチに置き換えられた。ありがとうございます。